それじゃあ皆さんどうお過ごしでしょうか。最近私は元気です。なんで今日座っているかと言いますと、メイクアップじゃないんですよ。メイクアップではなくてですね、何の話をしたいかと言いますと、お茶なんでお茶の話をしたいかというと、お茶の話をしたいかね。あのですね、アメリカに来てお茶試してみたいなって思うじゃないですか。で、スーパー行ってお茶が並んでるとこうやって立つでしょ。で、結局なんていうのかな、自分が何が好きだとかもう分かってる人だったらね、その自分の好きなやつ選べるけど、全くの初心者の人からすると、ありすぎてどうしようみたいな。で、私もそうだったんですよ。私はお茶タイプではない、どっちかというとコーヒードリンカーだから、コーヒーばっかり飲んでたから、お茶飲みたいと思ってね、でスーパー行っても、ありすぎだし、どうしたもんかなと、それで私はもう昔からコーヒードリンカーだったんですよ。高校生くらいから飲み始めて、で子供を妊娠して出産してっつって、そのコーヒーをディカフに変えたんですね。カフェインです。もうカフェインがものすごく、普段の量よりものすごくディカフって少ないんですよ。で、ディカフに変えて、で飲んでたんだけど、なんか飽きるっていうわけでも、まあ飽きる、日によって飽きる。今日はなコーヒーじゃないんだよなみたいな。なんか朝起きてね、なんか欲してるじゃないですか。でもな、あのコーヒーのあの味じゃないんだよな今日っていう時とかはお茶なんですよね。であと、そのやっぱりお茶はハーブティーがすごい、たくさん種類があるから、なんかね、そのハーブティーってカフェイン入ってないのほとんどだから、その大体そのなんていうのかな、味を楽しみながらでもカフェインのない、お茶をね、楽しめてさ、いいじゃないですか。ティータイムってすごい大事、ティータイムすごい私大好きだし、ティータイムって大事だし、ティータイムって人いろいろつなげてくれるものだと思うし、それでお茶というものはですね、お茶、コーヒー、お茶、ティータイムはとても大事な時間であって、とても大切な、私の生活の一部なんです。で、コーヒーは今でももちろん飲んだりするんだけども、お茶を結構試しましてですね。で、私が好きだったものとか、私の好きなものしか今目の前にないんだけど、これを紹介しようと思います。 OK OK と言いながら、まず一番初めに見せたいものはですね、日本のやつなんだけど、麦茶。これは私というより自分の子供たちが好きで、でどこで買ったかっていうと、私がニュージャージー行った時に、ニュージャージーに三つ葉という大きい日本食のスーパーマーケットがあるんですよ。でそこで売ってるのね。でこの、この人なんていう名前なんだろう、奥村さんが作ってる麦茶は、有機なのね、オーガニックなだから、日本の麦茶でオーガニックでアメリカで買えるなんて超ラッキーじゃんと思って、そう買ったんだけど、これは子供が好きで飲んでます。夏はもう欠かせないですよね。でですね、これからじゃあ私のお茶コレクション行こうと思いますよ。まずね、私が一番大好きで飲んでるのは、全部好きなんだけど、これね、ジャズミングリーンっていうんだけども、ジャズミンティーあるじゃないですか。ジャズミンティーとグリーンティーが一緒になってやったんですよ。ね、なんでこれを試したかというとですね、私がお友達と一緒にポケボーあるじゃないですか。お刺身みたいのがご飯の上に乗っている丼、ハワイから出てきたやつ、日本がもちろんオリジナルだと思うんだけど、それを友達と食べに行った時に、そこにあった緑茶って書かれてる缶を飲んだのね。
私普段あのそういうレストランとか行って大体お水しか飲まないんだけども、なんかジュースとご飯って合うみたいなね。だからあのアイスティーとかもそう、ご飯と合わないんじゃないみたいな。で、でもそこに行った時はなんかお友達とね、なんかキャッチアップしてなんか楽しい時間だったから、その時緑茶を選んだわけですよ。で、緑茶って書かれてたから飲んだらすげえ甘かったのね。なんだけどすごい美味しかったので、それをよく見たらその、ジャズミンティーとあのグリーンティーが一緒になってて、でなおかつお砂糖が入っててちょっと甘くってみたいなやつだったのね。で、それがもう大好きになっちゃって、そこに行くためにそれを飲んでたんだけども、ほんとジュース感覚で飲んでたわけですよ。で、もうこれを大人買いしたいとね、缶をいっぱい家にもう自分のもので置いておきたいと思ってアマゾンで探したらむっちゃくちゃ高くって、でそれをだから私は大人買いができなかったのね。で、でもあのグリーンティーと、ま、あジャズミンティーが一緒になってるやつ家で飲みたいと思って、でそれでホールフーズで買いました。これもちなみにオーガニックでございます。しかもね、このブランドはあのフェアトレードしてる会社だからすごいおすすめですよ。まあ温かくしても飲めるんだけど、私のおすすめはこれをピッチャーあるじゃないですか、まあ、みんな麦茶作る時とかにさ、ちょっと大きめのあるでしょ、お水入れるやつ、あれに水入れてこれを2パックぐらい入れて、で、まあ、要はコードブルーですよね、翌日とかにまでこう煮出さしてじっくりと、でその後に自分のコップに入れたらちょっとあの甘み、あのアガバジロップ、アガバシロップとか、そうだな、それを入れてアイス入れて飲むみたいな感じで飲んでるんだけども、私のテイストが好きな人は好きと思う。いや、OK? で、まあ、それと他にですね、おすすめなのはですね、まあ、これはただのグリーンティーなんだけども、このさ、ブランド、どこのスーパー行ってもあるんですよ。で、どうなのって感じじゃん。まあ、普通に OK。普通に OK って感じ。だけど、ただ、ディカフだったから、それで買ったんだけど、これ。これはまあ普通に美味しいよって感じです。で、これはトレジャージョーズのオーガニックのグリーンティーで、これはディカフじゃないから、これうちの旦那が飲んでるんだけど、これもいいんじゃない、まあ、私飲んだことないか分かんないけど、まあおすすめですよ。でね、私が朝起きて、結構こう、確率が高く飲むのが、この子。この子、超美味しいです。すごいおすすめ。ここにね、プロバイオリクスって書かれてるんだけど、これってその自分の体の免疫を強める善玉菌だっけ、なんかそれなの。だから、自分の免疫 を高めるためにこう1日1回とか、まあ定期的に飲むのがすごいおすすめで、私は結構朝ディーっていう時とかに飲んだりとか、あと夜子供寝かせつけて、もうそこからほらもちろんコーヒーとか飲むのは良くないじゃない、夜だから。でもなんかこうね、カロリーなくって、でもカフェインもなくって、なんか口になんかっていう時あるじゃないですか、にこれ飲んだりとかして、すごい味も美味しいからすごいおすすめです。だから冬場とかなんかこう免疫下がる時とか結構飲むのもいいかもしれない。もう味もすごいいいからおすすめです。次にこれなんだけどね、これは寝る前に飲むもの、寝る前にまあ飲んでこう落ち着かせてとかそういう感じの、お茶なんだけど、これもカフェインフリーで、スリーピータイムディトックスって書かれてるから、寝てる間にこうデトックスしてくれるっていうやつなのね。これをね、買いに行った時はなんかこう気持ちを落ち着かせてくれるお茶が欲しいなと思ってたわけよ。で、寝る前とかにこうね、リラックスしてさ、それで眠りにつけるみたいな感じのお供を探してたわけで、スーパーに行ってこうやって探してた時にこれが目に入ってきたのね。で、私は試したこともないしレビューとかも知らないけど、 OK
OK、スリーピータイムディトックス OK と思って、カフェインフリーだしと思って、で試したら美味しいの、これこれすごい美味しいわけ。これすごいおすすめ、私はすごい好きです。寝る前、寝る前、寝る前ってか、まあ寝る何時間も前ぐらいだよね、に飲んで、でほらおトイレ行ってそれで寝るみたいな感じじゃんか。そうそうそう、これ飲んですぐ寝ると、あの夜中おトイレ行きたくなっちゃうからね。これはあのあれですよ、妊婦さんだった人とか、あと出産を終えた人とかなら分かると思うけど、 You know what I mean。 そうだからこれはねすごい美味しい、おすすめですよお母さんたちじゃん。で、あとね、私がおすすめなのはね、おや、これこれさ、マザーズミルクっていう書かれてるんだけど、これすごいね有名で、母乳、母乳育児をしてる人、ブレスフィーディングしてる人はこれを飲むと、まあ、おっぱいがすごい何で出るっていうお茶なわけで、まあ、私は今まで3人みんな母乳育児してきて、でおっぱいのプロブル、あ、おっぱいの問題は結構なかったんだけども、おっぱいが出なく、おっぱいが出なくなるっていう心配はなかったんですよ今まで。だけど一応このほら子供が生まれる前に何て言うかな、こう準備みたいな、まあ、それで買ったんだけど、正直効果があるかっていうと正直私は分からないんですよ。っていうのも、その多分私は体質がもう母乳育児できるようになってるから、もう3人ももう母乳してるから、だから、正直これの効果どうかっていうと分からないんだけど、でも味はまあ OK だし、なんかちょっとと思ったらまあちょっとお砂糖足したりとかもできるわけだし、ミルクで割ったりとかもすることもできるし、大体私はこれミルク入れますね、アーモンドミルクとかオートミルクを入れて、で一緒に飲んでます。そうだけど、まあおっぱい、その育児して、あ、母乳育児してる人がこれいいハーブが入ってるらしいから、すごいおすすめです。試してみるといいと思います。じゃん、あ、これこれこれはね、カモミール with ラベンダー、ラモミール、カモミールとラベンダーのハーバルティーです。もちろんカフェインフリーね。好きじゃない人好きじゃないかもしれないんだけど、落ち着くのよ落ち着くわけ、飲むとね。だからやっぱいいよね、お茶っていうのはね。なんか自分がものすごく落ち着きたい時、夜とかさ、子供寝かしつけて、あ、今日ほんと疲れて、コンピューターも触りたくない、携帯も見たくない、テレビも見たくない、とりあえず落ち着きたい、本でも読むかなみたいな、お供にどうだねっていう時はこいつね、持ってきてお湯入れましてね、で飲むわけよ何がいいかってね、私ね、ラベンダーが好きなのね。カモミールはまあまあまあ、まあ、そうそうな感じなんだけども、ラベンダーが好きだから、まあ、それで飲んだんだけど、飲んでるんだけど、まあ、普通に美味しいから、これもおすすめです。これもね、一応オーガニックだからおすすめです。じゃん、でね、あとちょっとね、話がポンポンいっちゃって申し訳ないんですけどね、これも見せたいわけですよ。これはね、オーガニックのトロートコートっていう書かれてるやつね。なんでこれを買ったかというとですね、冬場だったかな、冬場だよね、なんかまあ喉がさ、ほら季節の変わり目とかで喉がちょっと痛くなったりとか、咳っぽくなったりとか、なんかあるじゃないですか、人間生きてると季節の変わり目じゃん。でこれは、それをさ、癒してくれるわけよ、癒してくれるわけ。体の調子が良くなくなった時にすぐ薬に走るのは私は好きではなくって、私は薬あんま飲まない人だから、本当になんていうのかな、本当に本当にこのこれ以上いったら本当にマジでもう耐えられない、死んでまうみたいな、なんかそういう痛みとかだったらもう最悪取るしかないけど、でも大体、もうこれは自分が10代の時から生理痛時とかも、私すごい生理痛すごい方なんだけども、
なるべくなるべく、そう薬は取らないで来て、で大人に今なりましてね、でこれそのさ喉が痛いとかなるじゃないですか。で そういった時にすぐ薬に走ったりとかもするのもないし食って、でなおかつホリスティック そのトリートメントとかもいいと思うけども、こういうこうほら食べ物で治せたら一番いいじゃないですか。でお茶はすごいいい、道だと思うんですよ、そういう考えでいくと。昔の人はそうやってね、なんか痛いところがあったりとかするとほらハーブで治してたわけだから、ハーブとかオイルとかね。だからこれはその喉が痛い時とかに飲んで、その喉の痛みが取れるようになるお茶なんだけど、まあ味はねそんなやべえすっげえ超まずっていうわけではなくって、まあまあこうなんていうかな、ミントが多分入ってるはずね、こっさーっていう感じがするから。だけどあのねすごい効き目があって、私はすごいおすすめです。ミントは入ってないのかな、ミントとは書かれてないんだけど、でもねこう喉がさーってなる感じがしてすごいおすすめです。だからこう喉ちょっと痛いなみたいな時とかはこれすごいおすすめです。でね、私のおすすめの飲み方でね、これはハイビスカスのお茶なの、ハイビスカスティーなわけで、これも一応オーガニックなんだけど、これどこで買ったかっていうと TJ Maxx だったと思う、TJ Maxx だと思うんだけどね。私これをこのまま飲むのも好きなんだけど、なんでこれを飲み始めたかというと、スターバックスに、日本はあるのかわからないんだけど、スターバックスにお茶のラインで、フレッシュなんだっけ、なんかね名前忘れちゃったけど、アイスティーでこうフレッシュな、ハーバルティー系のまあ、ラインがあるわけですよ、スターバックスに。ちょっと待って、今調べるからごめんね。おや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 、ね、例えばベリーハイビスカス、ベリーあるじゃん、いちごとかそういう系のベリーと、ハイビスカスのなんかレモネードとか、なんかそうだな、あとマンゴードラゴンフルーツとか、なんかそういう系の、まあスターバックスリフレッシュナーだって、まあね、そういう感じの、コーヒーではないお茶系のアイスティーを、出してるわけ、スターバックスは。でそれでハイビスカスがあって、もうすごい美味しいわけですよ。で自分も家で作りたいと思って、私が好きで飲むやり方はアイスで飲むの、普通にさっきみたいにコードブルーみたいな感じで一晩寝かすのが一番いいかなと思うんだけど、まあ、それでアイス入れて飲むのもうまいし、スターバックスみたいにそうやってこうちょっといろんな果物入れてみたりとかするのもすごいおいしいし、オレンジピール入れたりとか、さっきみたいにそのいちごとか、ブルーベリーとかそういうのを入れて飲んでもおいしいんだけども、私が好きなコンボはですね、これとこのグリーンティーのコンボが結構美味しいわけ、一緒に飲んだらうまかったわけですよ、グリーンティーハイビスカスブレンド、すごい美味しいわけ。だから、まあ、お茶はそうやっても飲めるからいいですよね、なんかこういろんなものを混ぜたりとかして、葉っぱ同士だから。なんだけどこのハイビスカスティーも美味しいしおすすめ。 OK、 最後ね、最後はこれですよ。ちょっとなんかこういう感じで相手生々しい、ごめんね。台風かな、台風って読むの、これなんて読むの、 Great British Tea since 1903、 これもディカフです。なんかほら日本でいうさ、リプトンの紅茶あるじゃないですか、リプトンの紅茶あるでしょ、ああいうあれだと思ってください。それのディカフで、ディカフなので、私が好きで飲むのはそのちょっとこうアーモンドミルクとかオートミルクと、あとちょっと甘みを入れて飲むのが好きです。そうだから、そういうなんていうの、リプトン系のみたいなって言ってきて、こういう感じ、これを飲んだりとかもしてます。そう、そんな感じでした、私のお茶の紹介は。楽しんでくれた方、ぜひ、LIKE をしてくださいね。あと、自分のおすすめなどありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。知りたいです。
もあのコメント欄に写真が載せれたらいいんだけども、載せれないからブランドと名前とか教えてもらえるとすごい嬉しいです。で、私今回この話したのは結構なんていうのかな、母乳育児してる人とか、あとこのお茶で改善させる体をとか、あとこうリラックスさせるとかデトックスさせるとか、そういうものが結構多かったんだけど、そういう関連で何か知っているお茶がで美味しいのがあるんであればシェアしてほしいし、あとただ味だけですごいおすすめなのがあればぜひシェアしてほしいです。もっともっとあのお茶のこと知りたいので、ぜひぜひ教えてください。では皆さん見ていただいてありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。バイ。Thank you.